グループ会社さん同士だと、情報を共有するなんてことはあるそうなので、わざわざそのお詫びに来られても、困るんですよ。第一志望って言っていうっていうふうに思うと、大半が嘘だと思って、<laughs> まあ人事側からアドバイスするとすると、なんかあります <music> こんにちは、出会い場 YouTube チャンネルの清水です。 今日は IT 系の人事の責任者の方に来ていただいて、ですねザック・バランにいろんなことを教えていただくということで、ですきょうはです、ねまあ、毎年いろんな学生さんたちを見ている中で、まあ、最近の学生さんの傾向みたいな形をちょっと教えてほしいと思っているんですけど、あのー、多分いろんなことが起こると思うんですけど、第一志望じゃないい方も受けに来ますよねはい、いいそれって、第一志望じゃない方って大体どういうふうに面接の場で言う方が多いんですか。 他に気になってる企業があるっていう言い方をします。あそれって逆に御社から聞きます、他どこ受けてるのって。そうですね、聞くことの方が多い気はします。必ず他どこ受けてんのって聞くと。はい、そうすると学生さんって大体何て答えますあの具体的な名前をおっしゃる方もいれば、まあぼやかして言う方もいます。うん 逆にその企業側の立場で言うとどういう答えをする子がおなかなかちゃんとしてるなって感じの評価します。うん、そこはあまり重要じゃないかもしれないですね。ば罰あまり気にしてはいない。もう罰則で聞いてるだけなので。罰則に聞いてるだけでどこの希望だからとかやってふーんって言ってどこどこ会社って言われたらなんか起こるってことはない。ですね。あのー、ただまあ財閥系のグループ会社さん同士だと。 情報共有するなんてことはあるそうなのでまああ,あそこ受けてるんだみたいなことはあのやってますっていうのは担当者の方に聞いたことはあるのでその大きなグループ財閥のグループの中でのどこを受けてるのって聞くのは重要視されてるところは あります、ね、あそこが内定打ったんだったらじゃあうちも打つかみたいなあーなるほどそういう意味合いで使われるケースがそうですね例えばまああの保守系の会社さんが開発系の会社さんとこう学生さん競合した場合じゃあ保守が打ってんだったら開発も打つかみたいななるほどねじゃあそういう意味で言うと学生さんも本音を言った方がいいケースの方が多い微妙ですか微妙ですね言わないあの 余計なことは言わない方がいいけど。余計なこと、余計、ペラペラしゃべる必要はないだろうと、はい。何者か受けてますぐらいの方がでで。で、具体的にまで言われないんであればどう、どうって言ったら、ね、逃がしておけばいいと。これ、第一志望ですっていうふうに言うケースって学生さんもいらっしゃると思うんですけど、はい。あの、本当の部分と嘘の部分があると思うんですけど、はいど。どんな感じです御社に、第一志望ですっていう人たのちの中の本当率、まあ。大半が嘘だと思ってる。大半が嘘。<laughs> わか分かります分かります それはどういううとこで嘘だなってて判断してますうーんとまあ逆に言うとあのうちだけを受けてるってそのリスクヘッジできてないよねっていう判断になるので要はいや第一志望なのは大変ありがたいことだと思ってるんですけど。 そのうちが落ちるリスクをヘッジしないのっていうふうに評価をするので、はいはいはい御社が一番です。御社しか受けてませんってなると、あ、御社しか受けてないっていうのはこれおかしいんじゃないの<う>と思うと。大丈夫ってあの就職先生厳しいよって言いたくなりますよね。逆にその、はい、複数社受けてる中で御社が第一志望だっていうふうな時にはどうどういう感じなんですか。うーんと受けてる会社の名前とか規模感とかです。どのくらいの大きさの会社受けてる たりしますかとか、うちの人数同じぐらいですかとか、そういうの聞いて。ただ、まあ、やっぱり、その、どこの企業を受けてるかとかって、こちらとしては、あんまり意味のない質問なので。はいはいはい。聞くことなくなった時に、聞いてる雑談ですね。で、これ、例えば、その、質問した時に。その、第一志望じゃないなっていうのは、どこで評価されてます?。あのー、逆に言うと、評価の対象外。あ、違う、違う、あの、ど、どんな時に、こう、わかりますかね。こいつ第一志望だなとか、違うなみたいなって。うん。 どこの質問とかで、あ、この子ちょっとうちと本命じゃないんじゃないのとかって見分けてんですかね。なんとなくわかる。なんとなくわかるんですかね。あの死亡動機とかを言ってる時とかに、割とその幅広めの動機を考えてることかだと、まあ多分、ああ、なるほどね。なな<ー>みたいいなにには思いますよね本当によく研究してくれてる子とか、細かいところまでこう、 理解してること、まあ、あ、第一志望って言ってるのは嘘じゃないのかなっていう。っていうふうに思うと、じゃあ細かいとこはちゃんと企業のことを理解してるかしてないか、一般論的に言ってる子はどうかなっていうとこはやっぱり判断の材料になるってことですね。そうですね、ただ合否の材料にはしないので。あ御社の場合には、要するに第一志望であろうが、第三志望であろうが関係ないと。ね そうですね、ある一定の能力があって自分のところで要するに能力があるなら合,要するに合格って内定打ちますせと、はい、っていうのはもうそういう感じなんですね。じゃあ例えばこれ内定打つときってなんか気にしてることあります内定打つときに承諾の仕方みたいなこととかなんとかでそれは特にないないですねじゃあ内定よといつまでに承諾しなさいも言わない、はい、あそれは言いますよ。時期こ,このぐらいまでに 承諾してねと意思表示教えてって言って、伸ばす人もいれば、あのー、あまあ、希望があれば大体伸ばしますけどあいつまで待ってくださいって言って、それが正当な理由だったら待ってあげる、はい、そうですね、大体みんなそ、どこどこの結果が出るまで待ってくださいみたいな感じですかはい、あのー、かなり具体的な会社名とかまで言ってくれる人は、うちとしては、逆にそこが仮にだめだった場合は、候補としてあの、度合いが高いので。ははははいはいはい、はい 最終的にお付き合いします。あのまあとことまで付き合うという感じがします。じゃあそれはきちっとはっきり言うってことがとても重要だってことですね。重要だと思います。あの変にごまかすよりはあのー、第二志望なんだけど第一志望がダメだったら絶対に行きたいと思ってるっていうのは。 あの、逆の意味逆サイドで話をすると企業はいろんな学生さんに声をかけていて、はい、学生さんもいろんなとこを受けていて正直どっちもどっちなんですよねまあどっちもど,どっちの部分があるから。似たようなことはしてるので双方が。であれば逆にその第一志望がダメだったらもう御社にするっていう意思表示ってすごくこちらとしては大事なことなので。 じゃあそこの会社の面接結果が出たらまではじゃあ伸ばしましょうあの受諾の期限伸ばしましょうねっていうやり方は取ってますなるほどなんかこうここ,ここ数年まあお大昔の話じゃなくてこの数年の中でなんか学生と話しててこう泣いて打った後とか承諾とか承諾した後から入社までの中でまあいろいろ嘘つかれるケースもありますよねはい、ありうん、嘘,嘘つくというよりはあのだま、うん、で消える子が多いですねあ知らない間になくなっちゃう 何にも言わないで受託期限切れたからもう自分には関係ないでしょっていう感じで何の連絡もない人が結構いますあ本当は承諾日の日にちが設定してたとそれまでにす、はい、いませんあの辞退しますとか、はい、あのお願いしますというのを言わないで何も言わないでいなくなっちゃうそうですねなのでこちらとしてはもう受託の期限が切れたんで辞退したっていうふうにみなしますっていう連絡をしておしまい にしますあの逆にそれもらってムカつくと思うんですけど、学生さん的には、うんあの、好きでもない人から別にタイプじゃないんでって言われたみたいな感じだと思うのででもやっぱり、圧倒的に内定って出て承諾期限までに返事ってって、そのあのすいませんあの、よそに行くんでごめんなさいみたいなことを言える子は減ってきてるいないです減ってきましたあ<ー>、それはどうですかね、やっぱりきちっとそうしてほしい。うん うん。でもまあ諦めてる諦めてますね。あのー、うん、まあそこはそもっとドライでいいのかなっていう気はしますけど、まあそういう方を採用して、その方が喜んで入った企業さんはこれから苦労するんだろうなっていう風うには思います。あの、なるほどね。発言にしたっていうのはいつか自分に降って帰ってくるので、例を尽くすべきだとはこちらとしてはね。思ってるので別に。 あの,いやあの辞退しますの一言でいいと思うんですよ、ね。まあ電話でね、言っても全然話ですからね。はい、まあそれはやっぱり、は大切だし、うん、そのことがあなたが後で降ってもらうかもしれないからちゃんとすべきだなって感じることがある。ありますね、はい。 他に何かこうやってて、こういうとこはちょっと学生さんちょっと気をつけた方がいいんじゃないのってなんか人事的な立場で思うことってありますうーんと、情報はもらえるものだと思ってるっていうところはちょっと。例えば具体的にどんなことをうーん、でしょうね。なんかあの、まあ、あ社員面談してもらって当然みたいなスタンスで来る方とかも結構いるので、<laughs> ああ、当然ですよねみたいな。そそうですね、それはちょっと ととなあという、あのもちろん、まあ、面談しますけど希望があればでもこちらもスケジュールがあるのでうんあのあそういうのが増えてきてるよそうですね要望に応えられない時もあったりするので何でも自分の思い通りになるって思ってもらえるとちょっと困る困るなと、うん、これ逆になんかここ数年の中でいや学生さんを見ていや素晴らしいなこの子すごかったねってみたいなこの出来事ってありましたう 面接側の評価が高い人ほど、まあ、ち,ゃちゃんとしてるというかその別に変な過度なお礼状とかを要求してるっていうことではなくて、まあ、去り際が綺麗だなっていう気がしますね。やっぱりこういうい事情で ここに合格したのであの辞退しますっていう,こう去っていくところが綺麗な人はすごいなっていうふうに思います、ね、あやっぱりその面接の中でこの子りしっかりしてるなっていうほど、はい、そういうとこもちゃんとしてる去り際は綺麗ですねはいあ、まあ、そういうのもやっぱ真似してほしいなって感じですかねうん連絡ちょうだいっていうのが一番なんですけどまあそうですよねこれ社会に出たらね連絡しないって言ったらね取引停止になりますからね <laughs> うん、そこはすすごくありますよねこれなんかあの学生さんを毎年見られていて、うん、なんか今年の学生と去年の学生とか,とかっていうこの差が何かあります今のところまでの中で。ううんそまあすごく差が2極化してきた二極化学生の間2極化が進んでいる、うん、ど,うどういうふうになってますかね2極化っていうと。例えばエントリーシートとか、うん、まあ提出お願いしてるんですけど。あの 産業で済ませる人もいれば、本当にこうはみ出しちゃうぐらい書いてくれる。これ、御は何書かせてます。えっと、うちは、まあ志望動機とか、将来どういう風にな、こうシステムエンジニアになりたいのかみたいなことを。書いてもらってるんですけど、そこでこう、うんと、具体的な授業のところに踏み込んで。 こここをこういうことをやりたいとか、えーまあ、この事業部に関わってこういう活躍をしたいっていうふうに、まあ、その想像してくれる人もいれば5年後にプロジェクトリーダーになっていたいと思いますっていうふうに1行で書いてある人もいたりします。 ああなるほどね。想像力が欠落してるんじゃないかって感じもしますよね、うん。どっちが可愛いかってなったら、まあやっぱりこういう授業でこういう役割を担っていた方がいたいと思いますっていうふうに書いてくれる方の方が当然評価は高いですよね。じゃあちゃんとしてる人とそのちゃんとしてない人っていうのがどのすぐ分かり始めてます。はい、分かれてますね。でもそのちゃんとしてない人たちってまあこうなんですかね。これ別に ES だけじゃなくて他のこともやっぱ見てみると全部大体共通してますまあ大体そうですね。自分でアウトプットすることに慣れてないんだと思うので、うん、表現する力っていうのが欠落してる方は非常に多い気がします。なるほどね。 じゃあこれ最後になんですけど、まあ今年の学生さんに対して、まあ、人事側のほうからアドバイスするとすると、こういうふうなところをあなた意識して、ちゃんと就活しなさいって、なんかあります、まあ、今、コロナ禍ですから、まあ、コロナの中で例えば去年の採用とかも振り返りながら、今年のコロナの中でいうと、まあ、学生さんに対してアドバイス、こういう活動すべきだよねとか、人事の人とか会社の人と会うときには、ここを注意した方がいいってなんか思うようなことがあったら、ぜひ。あのまあね ネットの情報に振り回されない、これ,まあ、これもネットの情報になっちゃうと思うんですけど。いえあの、真面目にやらさせていただいてる番組ですん、ね、で、なんてね <laughs> あ、要するにそういう情報にやっぱ振り回されてる人が多いそうですね、あの、例えばその去年で一番私個人はやめてほしかったなぁと思っているのは。 日経新聞が、はい、えと内定辞退するときは必ず行けっていうような記事を出したんですね。ほうほうでそれに結構こう反応してる学生さんとかもいて、うん、企業担当者からすると働こ,これから働く予定のない人が会社にわざわざそのお詫びに来られても困るんですよ。 忙しいのにと。忙しいのに。電話で十分なんですけどそれをこう例えばツイッターとかでこう,こうあるべきっていうふうにこう支援してるアカウントとかもいたりして、うん、いや本当にやめてっていうのは来なくてもいいからちゃんと電話でこうこう,こうって言えばいいじゃんと電話,電話メールで十分ですねもうメールでも十分ですそこはありますねあとはなんか O まあ、ちょっとコロナなので OB、OG の訪問っていうのはまあ控える企業さん多いのかもしれないけどやっぱりその OB、OG 訪問するときに手土産持っていけみたいなことを言ってる支援アカウントがあったりすするんですけど。<laughs> 手土産持っていくまで書きます。そをやめてしいやってて。ほしな 思うんですよねそれはどちらかというと非常識ですよねもうねはいそうなるとねちょとだ誰が書くんでしょうかねそういうことねなるほどそういうものに振り回されてる言っちゃうとあの痛い目に合う目に合うの、うん、世間の常識はあれで新聞で書いてあるから正しいわけじゃないよとそうですねだから、うん、それは企業選びも一緒でそのブランド名みたいなところに振り回されて、うん、労働条件をよく見ずにこう内定受諾しちゃったりすると あの後で違ったってなっちゃうと思うので、その切れる新卒カードって、1回しか切れないんですね、人生の中は。で、えっと、例えば、まあ、IT であれば、未経験 OK って、1回しか人生で切れないんですね。で、その切れないカードを、イメージ先行で、まあ、あの企業に切っちゃう、例えばその大手の子会社だから良さそうだ、安定してるんじゃないかって。 思いい込みみたいなもので優勝、うん、の、まあ、いい会社さんもたくさんあるの財務体質がしっかりしてる会社さんとかたくさんあるのでそちらを蹴ってまで、えー、その大手のソフトハウス子会社のソフトハウスに行くって果たしてそれがいいのか悪いのかっていうところを冷静な軸で見れてない学生さんって結構多い気がするんですね。例えば 労働時間が、まあ、私たちよくやられるんですけどうちより1日30分長い会社します大手の財閥系のシステム開発子会社だとするでも1日30分長いってことは年計算で考えたら何日労働時間長いですかって聞きたくなっちゃうんですよねけどご本人はねそこがいいって言ってるのでそこまでも事態の,の電話の時にいろいろ言ったりはしませんけどあーあって思いながら <laughs>。 あのいやいろいろありがとうございました頑張りましょうねなんて言って電話切りますけど本当にそれでいいのかなって思ったりはしますそうするともうちょっとど,どういうとこをなんか最後決めるときにもう少し考えてほしいって感じですかねうんとやっぱりその会社が扱ってる案件が面白いかどうかとかっていうのは一番重要だと思うんですけど 次にやっぱりこうきちんと給与の額とか労働時間を考えた時にこう、まあ、時給換算するっていう手もあるかもしれないんですけど労働時間と給与を考えてきちんと同じベースの軸でその企業同士を比較するっていうことをされた方が いいような気はしますけどね今、えっと、雇用機会均等法多分だったと思うんですけど残業時間の平均は出さなきゃいけないっていう風になってるので学生さんんでで情報を取れるはずなんですねでそれを取ってあじゃあ残業時間平均このくらいやってるからこの企業はこのくらい月でもらえるだろうしってなるととかっていう風にはこうパタパタ計算しようと思えばご自身で情報って取れると思うんですねある程度は。その上で やりたいことと比較するっていうことをされた方がいい気がしますその辺は今の学生を見てると少しやってないなって感じやっぱり、ね、イメージとかブランドとかに引っ張られて細かいことを知らずにで実際働いた後で困ってる人が結構いるいますなるほどじゃあ最後決めるときに十分その辺を注意してほしいなって感じですかねそうですねその,その局面での情報提供っていうのは私たち側も あのもしかしたら来てくれるかもしれない学生さんっていう感じなのであの出せるものは極力出すようにはしてる企業が多いと思うんですね。なので、まあ、逆に言うとそこであの情報出してこない会社さんっていうのは隠したいことがいっぱいあるんだと思うんですよ。そう思った方がいいんじゃないかってことですね。すうん、なるほどわかりました。ありがとうございました。そうしましたらですね 今日はですね、あの IT 系の人数赤シャツに来ていただいて、まあ実際にまあ今年の学生さんとかいろいろ毎年見ていただいてですね、気になることとかこれから就活する学生さんにですね、こういうことを考えた方がいいよってことをあの真実の意見としていただきました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。